ミノロは、江戸時代に、東海道、宮塾と中仙道、樽井塾等を結んだ脇王冠である。ミノロの原型は、古代において、東海道から、尾張国の国府を経由して、ミノ国にあった、東山道の不和関に出る経路であったと、考えられている。当時の世紀の東海道は、尾張国から、伊勢湾を横断して、伊勢国に渡ることになっていたが、東国から馬で、なら、 京都に向かう場合に、馬と一緒に、伊勢湾を渡ることができず、近隣の住人に馬を預けて、トラブルになることがあった。このため、徒歩あるいは、馬で西に向かう人はこのルートを用いたと見られている。関ヶ原の戦いにおいては、東軍の先鋒である、福島正則が、木から美濃へ進軍し、戦いに勝利した。 徳川家康が外旋した道で、吉礼街道とも呼ばれ、将軍上落寺にも使われた。朝鮮通信士、琉球王子、お茶壺道中などが、このミノを通行した。東海道では、宮塾と桑名塾の間に七里の私が存在しており、江戸時代は、水難事故も起こりやすい難所とされていたため、東西を移動するのに遠回りであっても、回路を避けられる。 ミノロが好まれることがあった。ミノロの脇王冠というべきルートとして、竹花街道竹花塾長良川伊斐川、大垣塾も設置されていた。ミノロでは、大垣パク、スノマタ、または、木で休憩、名古屋パクが通例であった。最初は、東海道経由であったが、1714年以降は、ミノロ経由となった。旧白地は、一定していなかった。は、 東海道で、茶壺が運ばれ、宇治で新茶が詰められて、キロは、中仙道を経由するというのが通例だったが、元禄以降、キロは、ミノロ経由で、東海道を通った。ミノロでの工程は、タルイパク、スノマタキキハク、稲葉キュー、キヨスパク、ミヤ級宮キ宮宿名古屋宿、キヨ宿、稲葉宿、萩原宿、キヤド、ス宿、大垣宿、タル宿、東海道本線。 東海道新幹線、東名、名神高速道路などは、東京から厚田までは、江戸時代の、東海道に沿って敷かれているが、岐阜、草津間は、中仙道、そして厚田、岐阜間は、ミノロに沿って敷かれている。これは、東西両計を結ぶ、鉄道路線が計画された際、はじめは、中仙道を経由して、琵琶湖水運を当面の間は用いる案が、採用されており、 その建設資材を運び込むために、愛知県竹豊町の港を活用するべく、中仙道の可能から名古屋を経由して、竹豊かに至る路線を付設したことに起因している。東西両系を結ぶ路線は、後に、中仙道線から、東海道線に、計画変更されたが、すでに神戸から大阪、京都を経て大津までと、上記の区間を含む長浜から岐阜。 名古屋を経て、竹戸余館の鉄道が開業し、大津、長浜間の琵琶湖水運を用いて、神戸から竹豊までが結ばれていたことから、厚大生は、本来の東海道ではなく、すでに完成していたこれら路線を活用することが決められ、現在の東海道本線が形成された。その後に建設された新幹線も、基本的には、このミノを継承するルートを踏襲している。 高速道路は当初中央自動車道として東京から小牧を経て西宮に至る路線が計画されたがそのうちルートが先行確定していた小牧から西宮までを名神高速道路として開業させそれに中央自動車道より先に開業した東名高速道路が接続したためミノロに沿う現状形態となった北村正樹 長岡平次郎セの指摘背景、初週、北村、平常形成立資論 ISBN 978から4から642046107、他のく、愛嬌名東の里志柄木高原鉄道関西、朝日新聞社デジタル、2019年7月5日、閲覧。ありがとうございます。